やあみんな、ユビーズ東北センター代表のフジャンだよ。みんないつもユビ人形動画を見てくれて本当にありがとう。僕たちは今まで何度も言ってきたように、ここに並んでるユビ人形たちっていうのは将来ものすごく価値が上がっていくんだ。例えばこの仮面ライダー1号、今だと数百円で手に入るけれど、これはなんと将来300万円になります。で、この電王、これも300万円くらいですね。で、これとかはピンクなんで、まあだいたい70万円くらいなんですが、それでも結構高いですよね。そんなミビ人形なんですが、まあ未来の話ばっかりしていてもしょうがないんで、今現在、まあ、これからのね、ここ近年のお話をすると、ユビ人形はですね、インスタグラムやツイッターなどの SNS で、女子高生や、それから若い男性たちの間で SNS 映えするアイテムとしてすごくね、大流行するとスーパー AI では予想されています。だいたい2019年から2025年くらいがピークですね。これからどんどん価値が上がっていくんですけど、例えば一人で電車で旅をしますよね。その時に窓際にこうやって指人形をちょこんと置いて、それパシャって取って旅行なうとかつぶやいたらさ、すっごい SNS 映えするよね。そういった意味で、今この現在にもだんだん注目を集めていってるのが指人形です。今日はそんな中で私が今選ぶ SNS 映えを特にする指人形っていうのを紹介したいと思います。それはね、実はこの中にもう並んでるんだよね。さあみんなどれかわかるかな。さあ、チッ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 、はい、正解はこの寝転んでる桃太郎っす。これがね、私が今最もおすすめする SNS 映えする指人形ナンバーワン、ナンバーワンかな、ナンバーワン、もういやナンバーワンに匹敵する指人形他にもいっぱいあるんだけど、今パッと見で考えたらこの桃太郎が結構おすすめかなって思いました。寝転んでるのでね、どんな場所にも合うんですよ。どっかの例えば鳥取砂丘とか行ってこれちょこんでおいてね、バシャって乗ってナウとかってね、そんなんもできるし、いろんなところで使えるからいいよね。はい、というわけなんですが、今日はこの桃太郎が登場した作品といえば、そう、仮面ライダー電王ですね。平成ジェネレーションのフォーエバーの、DVD とブルーレイが出たみたいで、改めて佐藤健さんが出演したシーンとかがね、また注目を浴びていますけれども、今日はそんな、皆さんが注目しているタイミングにあやかって、この波にねあやかって、早速そういった電王の指人形動画を撮っていきたいと思います。こうやってね、ちゃんとトレンドを見逃さずに乗っかっていくっていうずぶとさがこのユビーズなんですよね。はい、というわけで今日はね、電王なんですけど、電王といえばやっぱりこのイマジンたちですよね。イマジンの指人形っていうのも結構いっぱい出てました。未契約バージョンとかいろんな限定バージョンとかも出てたんですけど、今日は通常の彩色の仮面ライダーキッズで登場したイマジンズたちを紹介したいと思います。まずこの寝転んでる桃太郎もその一つですね。これも仮面ライダーキッズで出ていました。桃太郎ちょっとぼやけてるかな、ピントがね。はい、こんな感じです。非常にリアルですね。背面の塗装とか若干、まあ、省略されてるところもあるんですが、雰囲気抜群です。これはおすすめです。そしてこちらが立ってるね、通常バージョンですね。両手ろ、行くぜ行くぜ行くぜ、はい、仮面ライダーでよ、いいですね。そしてやっぱりウラタロス、ウラタロスもちゃんと出てました。はい、こんな感じです。僕はね、電王はね、電王ライダーよりも真っ先にイマジンの方が欲しくて、イマジンだけもう最初にもうババーって集めちゃったんですけど、やっぱりライダーとはまた違う濃い魅力っていうのが詰まってますよね、彼らには。うん、春映画とか、まあいろんな映画にも何回も、もう終わってから何年経っても登場してますけど、
っぱり彼らが出るとしつこいんだけど、なんか久々に地元の友達に会ったかのような安心感みたいなのありますよね。はい、金太郎っす。仮面ライダーキッズはね、だいたい兜とか電王とかの頃っていうのはもう塗装省略がかなり進んでいた時期だったんで、まあ、その影響もあり彼らも割と背面とかは省略多いんですけど、僕はね背面とかの塗装省略とか、まあ基本的な塗装省略っていうのは全然気にはなってないですね。リュウタロス。ただ造形だけがどんどん進化していくから、そこでなんかちょっとギャップっていうか違和感が生まれちゃうんだろうね。昔は造形自体も緩かったから、なんか塗装の甘さとかもなんかすごく雰囲気も壊さずに合ってたからね、なんか気にならなかったけどね、今ってこうやって造形だけどんどんリアルだからさ、それで色が足りなくなるっていうところでちょっとなんかみんな気になっちゃったりもするんだろうね。造形頑張ってるんだったら塗装頑張れよみたいな、そういった感覚なんでしょう多分ね。僕デネブすごくお気に入りです。これデネブとかもパートナーとしてね、旅行のお供に持っていくといいかもしれないね。みんなも SNS 映えする指人形とか選んで一緒にお出かけしてあげてください。なんかそのお出かけした動画とか、写真かな、今日はそうだな、今日はゴドラ星人の指人形と一緒にビーチに行ってきましたとかって、そういう写真とか僕の方に送ってくれると、僕動画の最初とかにさ、こうなんかお便りコーナーみたいな感じでさ、みんなの写真とかこうバシャってちょっと乗っけて、何々県 YS さんから届きましたみたいなね、そんな感じのプチコーナーみたいなのを毎回動画のどっかにこう入れたりして、どんどんこう指人形の輪をね広げていこうかななんてちょっと妄想したりしてるんですけど、どうですかね、賛成な人います？もしちょっと実験的な感じですけど、なんかちょっとそういうお出かけしてる動画とか写真、動画じゃなくていいね、動画だったら大変なんで写真でいいですわ。なんかどんなサイズの写真でもいいから、なんか今日は私はこれと一緒にお出かけしましたみたいな写真とか、僕の方にツイッターでも何でもいいですね、 DM とかでいいんですけど、まあメールアドレス作っておきますか、指人形用のね、うん、そこに送ってもらえると、ほんであと、まあ、ニックネームとかね、まあどこに住んでるか、何々県ってところは別に、まあ、プライバシー気にする人いると思うんで、まあそこはまあ書かなくていいですけど、そうだな、僕全国のその関東とか東北とか関西支部っていっぱいあるじゃないですか。でその中の、各支部の中のさらに研究生みたいな感じで、どんどん募集していこうと思ってるんで、自分が住んでる地域の支部の名前を書いて、それでニックネーム書いて、で写真送ってくれるといいかもしれないですけどね、例えば今日は、関西支部の、何々さんから届きましたみたいな感じで、なんとか支部から届きましたって言い方をしたいんですよ、ちょっと。なので、自分の住んでる都道府県の、支部がどこなのかってちょっと調べて送っていただけるとありがたいですね。ちなみにちゃんと九州支部とかもねあるので、そんな感じです。はい、ちょっと輪をね広げて面白いことしていきましょう。そんな雑談なんていうのは置いといて、さあレビューを続けていこうじゃないか。デネブとモモタロスと、ウラタロス、キンタロス、リュウタロスを紹介しました。そしてこのジークもちゃんとね出てるんですよ。はい、こんな感じです。これで、まあ、劇場版とかテレビシリーズのイマジンたちはもうほぼ制覇ですね。自分の中でもこれで制覇なんですけど、でもまあ電王大好きな方にとってはテディとかが出てないっていうのがちょっと物足りないって思う方いるかもしれないですけど、ちゃんとこの基本のメンバーたちはちゃんと揃ってるから、これはもう大満足ですね。非常にカラフルで全部揃うとちゃんと戦隊カラーっぽくなっていたってことがよくわかりますね。はい、そんな感じでございます。さあ皆さんの好きなイマジンは誰でしょうか。僕はね、そうだな、リュウタロスが好きだったかな、当時は。リュウタロス、やっぱりこの明るいキャラクターだからすごく見てて楽しいよね。
それからみんなはどれが好きかな。デネブも人気あるね、結構ね。はい、そんな感じです。というわけで他にも未契約バージョンとかね、いろんな、バージョンでイマジン出てたんですけれど、通常で出てたのはこれとかですね。はい、そんな感じで今日は仮面ライダーキッズのイマジンズを紹介させていただきました。ではまた次の動画もご期待くださいね。じゃあみんなまた会いましょう。さよなら。